は、フォトグラファーのゆりです。今日は旅撮影の荷物をよりコンパクトにしてくれる2つの新商品を紹介したいと思います。それがこちらのカメラバッグとこちらの三脚です。この2つはどちらもヴァンガードっていう、カメラアクセサリーやビデオアクセサリーを製作されているメーカーさんが作っている商品で、特に三脚はなんか軽くて持ち運びやすいっていうので、結構いろんな方が紹介されていて、私も以前から気になっていました。今回はそんなヴァンガードさんから、新しく商品が出たっていうことで、こちらのカメラバッグと三脚をご提供いただいたんですけれども、旅や撮影の荷物をコンパクトにまとめてくれるっていう意味で、荷物がすごく多くて困っているとか、撮影の荷物をコンパクトにしたいっていう方にぴったりな商品なんじゃないのかなと思います。カメラバッグは VEO City B42 っていう商品で、見た目が結構コンパクトなんですけれども、中身がかなりしっかり入るので、カメラを2つ持っていきたいとか、レンズをたくさん持っていきたいけれども、あんまり見た目がごつくなりすぎるのは嫌だなっていう時にすごく重宝しています。三脚はベスタ GO234CB っていう商品で、軽くて小さく縮むのに、伸ばすと 149.4cm ぐらいまで伸びるっていうもので、めちゃくちゃ使い勝手がいいです。若干の欠点はあるので、それは後ほど説明するんですけれども、トラベル三脚を探してるっていう方は1本持っておけばすごく便利なんじゃないのかなと思います。今日はこの2つの商品について、詳しい性能でしたり、どんなシーンにおすすめなのかっていうことを中心にお話できたらなと思っています。旅好きカメラ好きの方には結構おすすめできるものになりますので、ぜひ最後まで見ていただけたら嬉しいです。まずはこちらのカメラバッグ VEO City B42 について紹介したいと思います。こちらはヴァンガードの中の VEO City シリーズっていうもので、スタイルと機能性を融合させたバッグコレクションの一つになっています。どうしてもカメラリュックって、カメラを入れるスペースが広いものほど大きくてごついものが多くなってくると思うんですけれども、こちらの VEO City B シリーズはたくさんのカメラレンズが入るリュックでありながら、ここまでコンパクトで見た目が可愛いっていうのが大きな魅力です。中を見ていただくとこんな風になっています。カメラバッグって結構カメラのケースの部分と、荷物を入れる部分っていうのが、上と下に分かれているものっていうのがすごく多いんですけれども、このカメラバッグはそれが一つになっていて、入れようと思えばもう大部分をカメラで占めることとかもできちゃうので、そのカメラ2台とか結構大きい望遠レンズとかを持っていきたいなっていう時も問題なく入れることができるのがいいポイントだなと思っています。実際に私が結構使っている組み合わせで、かつ荷物的にかなり量が多いのが、こういったカメラとレンズのラインナップになってます。ニコンのフルサイズカメラが2台と、あとは 2470mmF2.8 のレンズと、あとこの 70-200 の F2.8 のレンズになります。私は普段カメラリュックを、ちょっと大きめのものと小さめのものを持ってるんですけれども、どちらもリュックの下側がカメラとかレンズを入れるスペースになっています。そうなると小さめのリュックだと、どうしてもこの70-200のレンズだと下のカメラとレンズのケースの部分を全部使わないと入らなかったりでしたり、あとはボディ2台にレンズをさらにっていう風になると、ちっちゃいカバンじゃちょっと持っていけないっていう風になってしまいます。で、大きめのカバンであればこれ全部入るは入るんですけれども、このカメラバッグの下の方に全部これを入れる形になるので、めちゃくちゃごつくなってしまうんですね。もうすごいごつすぎて、今背負ってるみたいだねって友達に言われるぐらいなので、正直ちょっと背負ってて恥ずかしいなって思うところはあります。仕事だったらしょうがないなって思うんですけど、プライベートででもいっぱいレンズを持っていきたいなっていう時に、どのカバンで行こうっていうのは結構ずっと悩みでした。この VEO City B42 は、全体にカメラを入れるスペースがあって、あと仕切りがすごくたくさんあって、こうやって簡単に外すことができるんですね。なので入れたいカメラやレンズの大きさに合わせて自在に調節することができるので、無駄なスペースなく入れることができます。実際にこちらのカメラとレンズを入れてみたいと思います。見ていただくとこんな感じで入りました。ここにカメラ2台とレンズと望遠レンズっていうのが入りました。で、見てわかる通り、これ以外のところのスペースもまだ割と空いてるので、お財布とか鍵とか必要なものとかは十分っていうほどではないんですけれども、割と入るかなと思います。
で後ろには14インチのパソコンが入るスペースっていうのもあるので、こういったパソコンとかタブレットが入るっていうのもかなり大きいポイントだと思います。これだけカメラとレンズがしっかり入っていたとしても、大きさとしてはこんな感じなので結構コンパクトじゃないのかなと思います。背負ってる感じでもなんか大きいことは大きいんですけど、なんかそんなにごつい服背負ってるなっていう感じにはならないと思います。見た目もいわゆるカメラバッグみたいな感じでゴツゴツとしたデザインじゃなくって、ちょっと丸みを帯びたデザインなので、女性でも服装にまだ合いやすいんじゃないのかなと思います。色はこちらのネイビーとグレーがあるので、好みに合わせて選ぶこともできます。カメラリュックとして使うときはこのまま間仕切り、もちろんつけたままでいいかなと思うんですけど、この間仕切りを全て取って普通のリュックにするっていうことももちろんできますので、そういう意味でもカメラだけではなくって、普段の旅先とかから十分使えるんじゃないのかなと思います。あとはこのバッグ、こういうサブバッグもついています。これはもちろんこのバッグの中に入れてバックインバッグみたいな感じで使うこともできますし、実はこうやって外につけることもできるんですね。結構簡単につきます。こんな感じで外につけるっていうこともできるので、なんかもともとバックインバッグで使っていて、でもバッグの中がちょっといっぱいになってきたからちょっと外につけようっていう風につけたりだとか、あとは私は結構この中にフィルターとかを入れることが多いんですけれども、なんかすぐに取り出したい時にやっぱりカバンの中にあるとすぐに取り出しにくかったりするので、そういうなんかすぐに取り出せるポケットみたいな感じの使い方をしてもいいんじゃないのかなと思います。でさらにこのバッグ、こういったショルダーの紐もついてるんですね。なので紐を取り付けることによってショルダーバッグとして使うこともできます。あとはこういった横にこうちょっと開くと、こういった風にペットボトルホルダーみたいなのもあるのでペットボトルとかを入れることができますし、あともう結構開くので小さめの三脚とかだったら全然ここに入ります。で三脚を止めるベルトとかもあるので、三脚をここに入れてベルトで止めてしまえば、なんか動いたりとか前かがみになった時とかでも落ちないので安心して運ぶことができます。これが左右どちらにもついているので、例えば片側はペットボトル、片側は三脚みたいな感じで、これ一つで持ち運べることができるのもすごくいいポイントだなと思います。あとはこの上のところにこういったポケットがついていて、私はここにモバイルバッテリーでしたり、あとここにポケットもあるのでカメラのバッテリーとか SD カードとかを入れたりしています。こういった収納があるのもすごくカメラリュックとしては優秀じゃないのかなと思います。バッグ自体の素材も実はかなりこだわって作られています。まず高密度で衝撃を吸収する素材で作られているので、カメラを入れる意味ではすごく安心ですし、ね、水とかにもかなり強いんですね。これ耐水性ポリウレタンのコーティングでしたり、あと防水ジッパーとかも使っていて、さらにこういったレインカバーとかもついているので、急に雨に降られた時とかやっぱりカメラがすごい心配なんですけれども、そういった水にかなり強いっていうのはめちゃくちゃいいポイントだなと思います。私自身正直あまり慎重にカメラを扱えているタイプではないので、そういう人にはやっぱりこういう衝撃を吸収してくれたりだとか水に強いっていうモデルはめちゃくちゃありがたい素材だなっていうふうに思います。また通気性にもかなり力を入れているようでして、なんか寝具にも使われている素材を使うことで夏でも快適に使い続けることができるのもポイントだなと思います。これだけコンパクトで収納も素材もすごくいいんですけど、一点気になるのは、カメラやレンズが出しづらいっていうことですね。これはバッグ全体を収納スペースにしている分仕方ないことかもしれないんですけど、やっぱりカバンの中身を取り出すときにこの上から開けるか、もしくはこうやってもうなんかカバン全部を開けるかになってしまいます。上からだとこのポケットとか上にあるものっていうのは取りやすいんですけど、それよりも下にあるものはなかなか取りづらいです。でこの背中を全部開けるっていう風になると、もうカバンの中の全部が公開されてしまうので、なんかちょっと外で開けて取り出すっていうのがちょっと恥ずかしいなと思いますし、なんか海外とかだとやっぱり防犯のこととかを考えるとあんまりやりたくないなっていうのが本音です。例えばカメラを使うときは基本的にも2台ともレンズつけっぱなしで使ってレンズ交換はしない、で撮影が終わったらしまうみたいなスタイルであれば全然これでも問題ないかなと思うんですけれども、なんか頻繁にレンズ交換をしたいとか、なんかカバンにたくさん物を入れてそれを結構取り出したいなって
ていうのであれば、ちょっと注意が必要かなと思います。それだったらやっぱり下だけにカメラを収納するスペースがあって、ここを開けたらカメラを取り出せるっていうものの方が便利な場合とかもあるので、そこはケースバイケースでご自身の撮影スタイルに合わせて選んでいただけたらなと思います。でもう一つ紹介したいのがこちらの三脚、ベスター GO234CB です。この三脚は軽くてコンパクトなトラベル三脚っていう風に、まあ、販売されているんですけれども、まあ、本当にその言葉通りで軽さとスペックのバランスがすごくいい商品だなと思います。まずこの三脚のサイズ感について紹介すると、最も小さく畳んだらこんな状態です。まあ、だいたい測ってみたら40センチとちょっとぐらいで、まあ、かなりコンパクトです。でこのサイズ感だと小さいスーツケースとか、まあ、ちょっと頑張るとリュックのサイドポケットに入れることもできるので、かなり持ち運びやすいです。こういった専用のケースもついているので、こうやって入れて、こうやって入れて、まあ、肩にかけて持っていくみたいなのも全然できますし、まあ、いろんな方法で持ち運べるのがすごくいいなって思います。この三脚のすごいところが結構伸びるんですね。一番高くまで伸ばすと、まあ、約 149.4 センチっていうふうに公式では書いてるんですけど、実際に私も使ってみてほぼほぼ自分のアイレベルぐらいまで伸ばすことができました。なのでアングルの調整の自由がすごくしやすいです。私これよりももうちょっとちっちゃくなるミニ三脚とか前から持ってたんですけど、まあ、それがなんか伸ばしても90センチぐらいまでしか伸びない三脚だったんですね。でそれでも取れなくはないんですけど、なんかやっぱりアングルがまあかなりローアングル気味になってしまうので、撮りたい構図で撮れなかったり、まあ、あとはなんか花火とか夜景の撮影とかってどうしても柵とかから撮影しなければいけない時があるんですけれども、そういう時に高さが足りなくって撮影ができなかったりっていうことがあって、で持ち運びはしやすいながらちょっと使いにくさっていうのを感じていました。この三脚、まあ、高さ約150センチはめちゃくちゃ高いっていうわけではないんですけれども、いろんなシチュエーションで使える高さかなっていうふうに思いますし、割と、まあ、どのシチュエーションでもアングルとか、まあ、高さとかはクリアできるんじゃないのかなと思いますし、まあ、そこまで伸びる三脚が、まあ、こうやってすごいコンパクトに持ち運べるっていうのが個人的に結構衝撃で、すごく便利だなって思いました。でちなみになんですけど、この三脚簡単にこのポール外すことができるんですね。で外して何ができるかっていうと、こんな風に下から突き刺すことでローアングルで撮影をするっていうことができます。であともう一つ、この三脚になって新たにできるようになったことなんですけれども、この下のセンターポールを外すことができます。これをこうやって外すとこんな感じで外れます。でこの下の部分を取り外して、こんな感じでくるくるくるっとつけていきます。こうすると何ができるかっていうと、このままローアングルにすることができます。実際にやってみます。こんな感じで足をどんどん広げていくんですね。はい、これで 3.6 できました。もうこうするとめちゃくちゃローアングルで撮れるんですね。これまでの三脚は一回この真ん中のセンターポールを抜いて、でさらに上からつけてじゃないとローアングルの撮影ってできなかったんですけれども、この仕組みになったので簡単にローアングルのポジションで撮影をすることができるようになりました。まああんまり使わないかなと思うんですけれども、結構その上からのアングルを撮っている後にちょっと下からも撮りたいなっていう時に、背の高い三脚だと下までもう行かなかったりしてなかなか撮影できないこととかも多いので、こういう風にいろんなアングルで調整しながら簡単に撮れるっていうのはすごいいいポイントなんじゃないのかなと思います。雲台はアルカスイス互換の自由雲台がついていて、あとはスマホ用のホルダーもついているので、まあ、いろんなシーンで使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。でトラベル三脚でやっぱりすごく大事になってくるのは重さだと思います。やっぱり旅先で持ち歩くのに重い三脚はなかなか持っていけないですよね。この三脚はカーボン製で、まあ、重さが公式表記で 1.15kg でして、まあ、そう聞くと 1kg 超えるので、まあ、めちゃくちゃ軽いっていうわけではなさそうなんですけれども、体感的にはかなり軽いです。私いつも結構メインで使っている大きい三脚が、まあ、すごく丈夫で170cmぐらいまで伸ばすことができて、まあ、スペック的にはめちゃくちゃいいんですけど、とにかく重いんですよね。
大体、まあ、2キロぐらいあるので、なんか持っていくのが結構大変です。それに比べたらもうこの三脚も全然軽くって、これなら荷物が多い時やたくさん歩く時とかも気軽に持っていけるなって思います。これだけ軽くてコンパクトで高さがある三脚なので使い勝手はすごくいいです。ただここが三脚の難しいところなんですけど、三脚って軽ければいいっていうわけではないんですね。これは仕方ないことなんですけど、まあ、軽いからこそ高めに立てた時にちょっと不安定さを感じてしまうことはあります。なんかコンパクトに使うとしたら、この三脚をだいたい20度ぐらいに広げて撮影をするのがいいかなと思うんですけれども、結構この状態で高さを出して撮影するとやっぱりすごく軽い分、なんか安定性がちょっと不安で、まあ、自分が近くにいる状態で撮影をするっていうんだったら全然大丈夫なんですけれども、セルフタイマーみたいに三脚から離れて、まあ、撮影をするっていう時とかはちょっと不安に感じることがあります。まあ、この下に重りを乗せるところとかもあるので、そこでまあ工夫しながら、まあ、重さを出しながら、まあ、撮影をするっていうんだったら全然大丈夫かなと思うんですけれども、ちょっとそこは注意が必要かなと思います。まあ、こういう良い面と気になる点どちらもあるんですけど、個人的にはまあほとんどの人にとってこの三脚すごくコスパいいなと思います。私よくおすすめの三脚って何ですかって聞かれることが多いんですけれども、三脚って本当に難しくって、なんかこういう軽くてコンパクトかつ伸ばせるものが、まあ、すごく便利ですし、自由度が高いものの、やっぱり軽くて背の高い三脚っていうのは安定面がちょっと不安っていうところもあるので、なんか全てのシチュエーションにおいて最高の三脚ってないんじゃないのかなっていう結論に個人的には至っています。そんな中でこの三脚は、まあ、あらゆる場面で持っていきやすいっていう時点ですごく強いなと思っています。で、私三脚ってなんか今日持っていくかどうか悩むなっていう場面がすごく多いんですね。基本的には使わないんですけど、もしかしたら今日夜景行くかもしれないとか、もしかしたらなんかセルフで撮影したくなるかもしれないみたいな感じで、必要かどうかわからないシーンの時になんか大きくて重い三脚ってやっぱり持っていきたくないんですね。でもかといってめちゃくちゃちっちゃいミニ三脚だったら結局持って行っても意味なかったっていう場面もあったりするので、なんかこの三脚はそういう悩んだ時になんかじゃあこれ持っていこうかなで持っていけるのがめちゃくちゃいいなって思います。とすごく軽いですし、まあ、かつ十分な高さも耐荷量もそれなりにあるので、安定性さえしっかり気をつけておけば基本的にどんなシーンでも使えます。まあ、海外に行く時とか取材に行く時とかもやっぱり大きいしっかりした三脚とかだとどうしてもなんかスーツケースの幅もすごく取りますし、なかなか持っていけないなっていう風に思うことも多いので、なんかこのサイズ感と軽さと、まあ、これだけ十分使える三脚があるっていうのは個人的にすごくいいなって思っていて、まあ、これから多分すごく使う回数が増えるんじゃないのかなっていう風に思っています。でまあ、特に私のチャンネルを見てくださっている視聴者さんはあんまり重たいレンズ使う方も少ないんじゃないのかなと思うので、まあ、軽いカメラとかレンズ使う分には全然これで十分だと思いますし、なんかどんな人でもこれ1本持っておけば重宝するのは間違いないかなと思います。私もこれいただいてからまだ少ししか経ってないんですけれども、やっぱり三脚を持っていくか悩む時はもうこれを持っていくようになっていますし、多分これからものすごく使う三脚になるんじゃないのかなと思っています。以上がヴァンガードのカメラバッグと三脚についてのレビューでした。やっぱり旅先では、まあ、しっかり写真を撮りたいっていう気持ちがありながら、まあ、コンパクトさ身軽さっていうのは譲れないっていう人がすごく多いと思うので、そういった方にこの2つの商品って刺さるんじゃないのかなと思います。ぜひそういった旅先の機材や荷物とかに悩んでいる方の参考になれたら嬉しいです。商品についてのリンクは概要欄に貼っていますので、そちらをご確認いただけたらと思います。それでは本日もご視聴いただきましてありがとうございました。